こんにちは、青年センターニュースの時間です。今回も青年センターの最新の情報をお伝えいたします。それでは向井さんの方からよろしくお願いします。はい、3月25日に青年センターの広報誌ニュース河原版11号が発行されました。皆さんご覧になっていただけましたでしょうか。今回は青年センターで活動している青年サークルが協力して特集記事を作り上げました。その内容をドラマ化してお送りいたします。それでは VTR をご覧ください。来日中のトランダ王国の女王は食べるのが大好き。美食三昧の生活のため外遊中は庶民の味を楽しむのが大のお気に入りです。昔からの月である貝原四山と散歩中にたまたま目に留まった餃子屋に入ったのですが、こんなものを私が食べるなんて思いもしなかったわ。ま、せっかくだから記念にいただくとするわ。なんだこの餃子、こんなものが食えるか。ひどいわ。俺の知っているうまい餃子屋があるんだ。そこの主人に相談してみよう。あ、本当ですか。餃子餃子餃子、しゃっくりシコシコ、噛むと美味しいおつゆがピュッ。これが本当の餃子だ。長やん、本物の餃子を教えてやってくれ。はいよ、任せとけ。貝原ね、目に物を見つけやるさ。どうぞ。一ついただこうか。うまーい。では私もいただく。このドラマの内容は3月25日発行のニュース河原版11号に掲載されています。究極の餃子のレシピも載ってるぜ。あははは、究極の餃子だと。私の講演の告知も載ってるのでお見逃しなく。みんな見てね。皆さんとても生き生きしていて良かったですね。河原版の記事もとても面白くなっているので、ぜひ皆さん読んでみてくださいね。そうですね。その他にもイベントや講座の案内など内容も盛りだくさんとなっております。ニュース河原版11号は市内の公共施設に設置してございますので、ぜひお手に取ってご覧ください。青年センターの最新の情報はホームページでもご覧いただけます。函館市青年センターで検索してください。それでは今回はこの辺で。